めく日本人の尋常でない忍耐力と団結力はたった10年でもはや戦後ではないという言葉を生み出しました。それは昭和31年のことでした。それから8年後の昭和39年、日本はアジア初のオリンピック開催国となりました。そして復興にかける思いは活力みなぎる歌声とともに高知の地によさこいを生み出し、日本人の心に希望の明かりを灯したのです。しまいます。横浜白虎隊平成南葛ら、ありがとうございました。ありがとうございました。横浜白虎隊。